職業教育、職業教育、職業教育、英語、ボケーショナル、エデュケーションとは、即戦力となる職業人としての人材を育成するための知識、技能を習得させるための教育のことを言う。都定制度と関連が深い。世界人権宣言においては、技術教育及び職業教育は、一般に利用できるものでなければならない。第26条1と定められている。 また技術教育及び職業教育に関する条約、1989年、ユネスコがあるが、日本はこの条約を批准していない。国際標準教育分類、S と1997年版では、職業教育の分類は、各国で以下のようにばらつきがある。また、短期職業教育、ショート、サイクルプロフェッショナル、エデュケーションとは、 学位レベル以下の職業教育プログラムと定義されている大学一般教育免状など。欧州連合ではコッペンハーゲンプロセスが進行しており、これは欧州31カ国で職業教育の資格認定を調整する政策である。また、各国の資格の互換性として欧州資格フレームワーク e ークフが定めれている。これら調整機関として、 欧州職業訓練開発センター、シダファップ等が存在する。明治初年には、職業教育という語の代わりに、実業教育や、技芸教育の語が用いられたが、1899年、明治32年の、実業学校令の交付以降、実業教育に統一された。戦前の職業の概念は、生計費を獲得するための一切の業務従事を指す、語で、 実業教育は国家社会の存続発展に不可欠な一部分を指していた。したがって職業教育の語の代わりに実業教育といったのは公共的立場における一定の選別を意味していた。第二次大戦後アメリカ教育施設団報告書が翻訳された時にボケーショナルエデュケーションを職業教育と訳したため一時は職業教育の語が普及したが 1951年、昭和26年産業教育振興法が成立すると産業教育の語にとって変わられた。しかし、昭和50年頃から第三次産業、特にサービス業の拡大により、職業教育の語が一般的に使われるようになった。日本版 NVQ 制度であるキャリア団位制度は平成24年度から始まった。英国にて、 最初のトレーズスクール、商業学校は、スタンレーテクニカルトレーズスクールである。これはによって、設計、建設、運営され、1901年に構想されて1907年に開校した。英国の職業教育制度は、初期は政府とは独立して発展し、ロイヤルソサイティオブ・アーツや、ロンドン式ギルド協会が技能検定試験を行っていた。 あとに1944年教育法、エデュケーションアクト1944によって、グラマースクール、セッキンデリーテクニカルスクール、セッキンデリーモダンスクールのトライパートイトシステム、3分制が確立され、1975年には英国人若者学生のうち技術学校を選ぶのは0.5%となり、これはドイツの割合の3分の2であった。現在では、 ビジネスイノベーション、職業技能省及び、児童、学校、家庭省が所管しており、職業教育機関としては、継続教育カレッジ、ファーザーエデュケーションカレッジが最大である。近年英国政府は、職業教育の普及と拡大を図っており、1970年代には、商業技術教育委員会、ブテックが設立され、継続教育と高等教育の評価に取り組むようになった。 1980から90年代には、英国保守党政権は、ユーストレーニングスキーム、全国職業資格、NVQ、ゼネラルナショナルボケーショナルクワリフィアケーション、GNVQ に取り組み、フルタイム教育の割合は増加したが、若年者の教育は取り残されていた。1994年、政府の支援による現代都定制度、モダンアプレンティシップス、 MA が導入され、若年者16から24歳の職場訓練制度が整備された。都定の数は近年増加しており、児童学校家族省によれば、この現代都定制度をイングランド教育制度の主流にしていきたいとしている。英国においては、4から5年のインターンシップが必要ないくつか、技術試食については、高等国家サーティフィケート HNC、 高等国家ディプロマ、HND、またはロンドン式ギルド協会以上の学位を必要としている。そのため、特定制度は、ますます現場ベースの訓練の定番とみなされるようになってきている。イタリアの教育においては、以下が存在する。オーストラリアの職業教育は、その多くは二次教育後において、認定教育機関にて行われる。一部の学校では、 10から12歳から職業教育を始めているところもある。制度においては、公立と私立の両者が存在し、認定については、NQF として合衆資格フレームワーク、アクフが存在する。アクフはレベル1から10まで分類されている。公立機関としては、技術、継続教育、テクニカルフーザーエデュケーション、タフと呼ばれる、中立の職業教育学校があり、 2004年では全国に79校存在する。職業教育と高等教育の境界はより曖昧になってきている。メルボルンポリテクニック、ボックスヒル機関、ウィリアム・アンブリースタッフ機関などの多くの職業、教育機関は現在、大学では中核的に提供されていない特定分野において特定の学士号を提供している。それら応用コースには、馬学、 ワイン作りと、ブドウ栽培、水産養殖、情報技術、音楽、イラストレーション、料理マネジメントなどがある。オランダの教育では、以下の職業教育機関がある。オーストリア、ドイツ、リヒテンシュタイン、スイスなどのドイツ語圏では、ジャーマンモデルを採用しており、職業教育は、徒弟制度によって行われる、デュアルシステムである。例えば、ドイツにおいては、 義務教育は15から16歳で終了するが、しかし18歳になるまでは、フルタイム制の学校に通学していない者は、就業する傍ら、パートタイム職業学校、ベルーフス州レに通学する義務がある、デュアルシステム。ドイツの15歳以上人口では、およそ8%が5バイトレベルの高等職業、教育認定を所持しており、これは 5A レベル所持者の12%と比較される。 2010年。ノルウェーにはが存在し、中等教育終了レベルのものを対象とした2年生の第3期の教育課程である 4C レベル。初等教育に属する学生のうち1.5%が私立学校へ通う。他の高等教育機関と違うのは、入学試験は課されず、課程は研究者育成を目指せるものではない。公立及び私立が存在し、所管はである。 フィンランドでは、一般大学のほか、アマティコーカクール、ンケイ、ポリテクニックが存在し、ポリテク学士号、ポリテク修士号を付与する。フランスの教育においては、1989年、教育基本法、ジョスパン法によって、すべての国民を最低 CAP、または VIP レベルの水準に80、80%をバカロレア水準に到達させることを目標とされた。 どの職業教育認定を取得するかは、以下の前期中等教育終了後の進路によって変化する。通常は、CAP をートモビル、BTS エレクトロテクニークなどというように、各職種のタイトルが後につく、国家資格になっている。さらに、フランスの教育の基準であるバカロレア、BAC、高校卒業資格、大学に進む、能力検定が加味され、CAP の BACM、BTS で BAC 取得者プラス2年の最低授業年数などのような常設定とされている。日本でも大学に入学し、卒業をするまで試験を多く課せられて、大変なように、フランスでも高校を卒業するだけで様々な単位資格を取得し、さらに卒業試験といったものが課せられ、BAC 取得までも様々な難関が待っている。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。